文陽寺は、岐阜県関市麦川町にある臨済宗明神寺派の寺院である。三号は監督山、本尊は釈迦尼如来である。寺の名前を冠した文陽寺山の谷合にある。柿津元年に斉藤利長を、会期、雲国黒吉を解散として創建された。現在地在従寺には、徳薫善決や悟る継修富が参前している。 原刹の自弱後に寺は水微したが、斎藤都国が悟る州と富を中高解散として再建している。戦国時代には、織田信長から放築された安藤森成がそのおじで当時住職をしていた湖、宿を頼り陰性していたほか、近隣に住んでいた春日局がたびたび訪れたとされる。元六七年に、尾張藩の命により、近隣の禅寺である道記事。 清安寺、龍門寺、龍銀寺、龍福寺、洋徳寺が一年ずつ臨番で守っていたが家営4年、遺構独住となっている。本堂は元治元年、栗は明治24年の建築である。憲本着色仏根藩図は、平安時代末期の作で、国の重要文化財に指定されている8月17日、指定。他に、大藩荷京を寺宝として有するか、非盆草春書上。 足利将軍の御教書、美濃斎藤氏からの金札、o a 22年の屋敷売見などが伝えられている。ありがとうございます。